佐野日本大学中等教育学校は、栃木県佐野市、石塚町にある私立中等教育学校。日本大学の準附属校であり、佐野日本大学高等学校とは、同一学校法人の経営であるが、別個の学校である。栃木県で最初に設置された中等教育学校である。1988年に設立された佐野日本大学中学校が前身。 中学校は開校以来、佐野日本大学高等学校とともに、併設型中高一貫教育を行ってきたが、一貫教育をより推進するため、2010年3月31日に中学校は廃止され、4月1日に中等教育学校として開祖新たに開校した。磨こう心、輝く知性、開こう未来を教育目標としている。 6年間の中高一貫教育を行っている。またその6年間を3期に分けている。現在、1から6年生が在籍しており、その1から6年生により14の部活動、同好会が活動している。合唱部と還元学部が併設の佐野日本大学高等学校と合同で活動しているが、他の部、同好会は原則として、 中東教育学校単独の活動を行っている。特色としては、吹奏楽部ではなく還元学部を置いているほか和太鼓や古武術、クリケットなど、歴史や伝統を重んずる内容に富んでいる。また、運動部の中では、水泳部、サッカー部が県大会の常連であるほか2010年度は水泳で、全中に出場し、第3位に入った生徒もいる。 運動部文化武道公会佐野日本大学中等教育学校校歌ありがとうございます。